2067年日本ハイテク鎖国から10年ついに秘密のベールが暴かれようとしていた今回のミッションは日本潜入だ機械の塊は嫌いなの最終スタンバイ俺の合図で前期突入しかし日本は想像をはるかに超えた変貌を遂げていたこの10年間で君たちが初めての外国人旅行者だ大いに歓迎するよ ここはどこ？ここはかつて東京と呼ばれた町町の外は全部荒野なんだってベクシルセラ少尉を追跡中です大佐セラ少尉の生体反応しか認識できませんどういうことだあれは人ではないのか マリオはまだ失っていないもののために戦っているんだと思いますたとえ欠片しか残っていなくても我々はまだ人間だベクシル2077日本鎖国希望よ開け